Hello world, it's Tomo. I was born and raised in Osaka, Japan, and I just moved in here in Tokyo. So, let's get to know about Tokyo together. チェアリングっていうのは、このアウトドアチェアを持って、いろんなところでチルできるという素晴らしいアイテムなんですけども、本日はチェアリングしながらタピオカの飲み比べをしたいと思います。それでは、行きましょう。Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste. なんで？何してる？氷入っちゃったの。溶けないようにしましょう。なんで入れた？言わんかった？忘れてた。普通に。なあしょ。タイトルだけ言って。タイトルで。商品名ね。Now, cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. さあ、紫のドレッドのお姉ちゃんが店員さんに鼻ピしとった。めちゃめちゃ怖い。And I promise that I will stand by you forever.一番最初に買ったやつ、うん、ここそれ呼び名合ってんのかな、ここでタップしてそのパッケージ、ココタピのココタピタピオカミルクティー氷なしオレンジの、ここからちょっといただきます。はい、どうどうどう、うん、一番ベーシックな感じ。これ普通のタピオカミルクティー、ちょっと紅茶きつめ、タピオカも普通のサイズ感、はいはい、ちょっと硬くなってるね、硬くなってる、うん、あでも美味しい、美味しい、あーでもなんかイメージ通りちゃう、うん、It's time for tea ジアリを、ジアリちょっと見せてくださいね、これはこれね、普通飲んじゃないからレモンミルクと濃いのチルです。レモンなんやな、色全然普通やけど、普通です、もう全然関係あらへん、何が、いやもうレモネードにその色で、うん、レモネードにタピオカぶち込んだ、美味しい美味しい美味しい、あ比較したらあかんレベルのやつ、俺最終的にあれやけどね、発表、うん、6個の中で1位を発表するっていうことね、オッケーオッケーオッケー、うまい、ん？うまい、全然違うな、全然違う、あでもこれはこれで美味しいな、めっちゃレモン、めっちゃミルクの感じしてるけどな、これも男性が持っててもおかしないっていう感じ、あお店の雰囲気はちょっと入りづらいね、やっぱあ入りづらかった、うん、同じミルクティーやけど、うん、さっきのとこことタピオカがこっちの方が柔らかい、あ時間が長かったニアリーこれほぼ同じ、ほぼ一緒俺たちでは違いは分からん、タピオカがこっちの方がうまい、あーそれ結構ポイントじゃない、人気のレアレアレアレレイレイレアレアバブルミルク、ほんまにレアレア、店史上一番男性が入りにくいと言われてる、めっちゃ入りづらかった、すごい
そう、ほうじ茶ラテです。味1、もちもち度1、1、めちゃめちゃうまい。あ、1、うん、マジでもちもち、うん、美味しいでしょ。うん、そしてタピオカめっちゃでかない？でかい、出ました、王道。一番知名度あるよな、これ。ゴン茶、ゴン茶のグリーンティーですね。絶対ちゃうやろ、グリーンティー。ほんまや、緑茶にした。紅茶もグリーンティーっていうの、英語で。ティーやな。グリーンってなったら緑茶ってことやからな。もう緑茶ってなった。ストレートティーってお姉さんは言ってたよ。いや、あのこれあれやな、コメント出てこえへん。なんやろな、これも好きな人いるけど。これチョイスミス。これチョイスミスの感じあるかもしれない。嘘、俺これ結構好きかも。ちょっと大人のね、ね、美味しそうなやつね、このミルクの感じ。で、こう混ぜた時の黒糖の感じ。これがドットールの。これでしょう。うまい。なんか降ってきた。雨降ってきた。これ意外うまい。うまい。うまい。硬いけど。タピオカ自体は。うん、でもこれぐらい欲しいな、やっぱ。弾力？うん。肉食系からするとこれぐらいやっぱ欲しい。鬼の草食男子やろ。結局黒糖やねんな。氷入ってたから薄まってるってことやんな、ちょっと、うん、多少。でもそれを感じさせないぐらいの甘さやから。はあ、黒糖。それうまいよな、やっぱ。ちょっと決まってる。1位決まってますか？俺の中の1位はもう決まってるよ、当然。でももう決まってる。うん、ちょっともう一回、ちょっともう一回飲んでいいですか？うん、何これ、それうまい。ちょっと気持ち悪くなってきた。はい、はい、決まりました。じゃあ行きますか。はい。まあ島台の、島台の島台的ナンバーワン、はい、取ってください。じゃが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 じゃん。レアレア、レイレイ、あ、リーリー、レアレア、レアレアと、これが一番美味しいですね。やっぱりほうじ茶ラテ。いや、ほうじ茶ラテもチョイスもあるけど、うん、もちもち感と、はいはい、黒糖の感じと、うんうん、それ美味しいな。一番トマト酢の、トマト酢的ナンバーワンはレイレイ。レアレア、レアレア、これが一番美味しい。やっぱこの飲み物やな、なんやこれ。でも、うん、で、うん、タピオカもめっちゃサイズでかいんや、大きいな。このもちもち感食べてる感じあるし、僕たちはこれもします。レアレアか、やっぱレアレアでした。レアレアでした。ただ入りづらさはあるね。入りづらい、あれは、うん、なかなか男子だけで行くとハードル高いな、うん、だからまあそういうの込みで言うと、そういうの込みの場合にする。店入りやすさとか、うん、入りやすさ的第一位にする。あ、入りやすさだけだったらもうこれ。一択やん。一択やん。どうです、YouTuber さんとかさ、うん、同じミルクティー、タピオカミルクティーだけを7個ぐらい集めてどれが美味しいってやってるけど、多分あれほぼ同じやん。味変わらん、多分味は変わらんと思う。でも今日で分かったのは、はい、まあ、それやな、そのタピオカ関係なくその飲み物として好きなやつ。そう、主観ですね。
これは結局だから主観人によりけり、人によりけりでした。人によりけりでございました。ありがとうございました。 Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. ほなね。